おはようございます。ディレクター申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。はい、先ほどですね、実家に行ってきました。時々勤務表、そうそう、自分ね、まず確実に行くのは勤務表を家族に渡さないといけないんですよ一人暮らしなので、まず勤務表を家族に渡します。はい、でね、ちょっと久しぶりにちょっとね、家族の家見てきたんですよ。まあね、僕の前の家がね、親のね、物置となり、ひどかったな、あれ。で、もう一つの部屋がね、まだ、結構なんか、2階建てで広い家なんですけど、もう一つの部屋がすごかったよ。ピアノ置いてあるんです。あのさ、家にね、俺びっくりした。家にさ、ヤマハのピアノ置いてあるん、ちゃんとした。びっくりした。急不意に買ったってさ。びっくりした。この3体が奇跡を起こしてくれます。僕ね、いや、今回はモンスターマスターとかも全く違うんですよ。合体モンスターの話です。私、当時ですね、使ってた合体モンスターがこちらでございます。なんと、ドラキーたちが、3体合体行くぜー来ました。大いなる魔力をその体に秘めた、魔法のドラキー、そのままグレートドラキーでございます。これ、バトルの1から使ってたね、地味俺。まあ、ある意味僕の青春ってやつですね。はい、というわけでね、僕の青春であるこのグレートドラキー。ね、大きいんですよ、本当に。このオーラがね。そう、ドラゴンクエスト8のね、初出身のね、グレートドラキーね、原作では流星やね、ヨナズンを使うっていうね、まあね、魔法に特化したドラキーですね。こちらで今日はね、やっていきたいと思います。このグレートドラキーね、1からの初出身なんだけど、やっぱこうしてみると、最終的な環境的に考えると HP 低いね。来ました、天空グレア、星が降りつく、シューティングセンセングレーこれを、来ました、流星。そう。シューティングセン行くぜ、ウォーリアー全然やんか通常あたりで280。さあ。で、グレートドラキーはね、いいところを言いますと、これ見ててください。回避します。はい、そう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 。グレートドラキーのいいところっていうのは、プラチナキングと同等の回避率 25% なんですよ。はい、グレートドラキー回避率がね、OK! いいよ、グレートドラキー。まあ、食らってもこんなもんだ。OK、大丈夫だ。大丈夫だぞ、大丈夫。グレートドラキーいけるぞ、お前。おー、いいよ、全然食らってないよ。みんな、我慢しろよ。みんな我慢しろよ。みんな見てる、みんな我慢しろよ。みんな、やめろ。言うな。さあ、次、ここです。これ、グレートフル、すべてを凍らせるつもりだ。この魔力の力でね、この吐いた吐息が一気に氷に変わる。これが魔力のグレートフルだぞ。ね。これ、氷属性のめちゃくちゃ強い技で、多分、威力係数が高いんかな。グレートダーキーね、はい、外れた！おい、これよ、グレートダーキーこれよ。もうグレートダーキー、これも大丈夫、余裕。はい、25%、こういうとこなんだよな。うん。そう、この 25% の回避率ってバカにできないですよ。おー、ほら、どんどん避ける、めっちゃ避ける、あれ逆にこんなに避けんのか、今日。ちょ、逆に避けすぎだよないか、少しこれ。ね。ただ、グレートラキーね、まあ、押し村くはやっぱね、この先ほどから見たらわかると思うんですけど、ちょっと火力不足です、これ。まあ、ワンのね、合体モンスターなんで、どうしてもね、火力難に悩まされたりね、耐久難に悩まされたりするところはあると思うんですけど、それでも俺ね、このグレートラキーがちょっと好きでやってんですよ。行くぜ、シューティングさ、よーだい、はい、いや。え、560か。まあ、大丈夫。大丈夫だよ。全然大丈夫だよ。まあ。まあ、このね、でかい図体しててもね、回避率 25% のね、高い素早さ。そのあたりをね、考えるとね、まあ、おいぜ、160、いいね。そう、グレートダッキー、耐性がね、属性攻撃系統は大丈夫です。打撃の入っていない属性攻撃。打撃の入っていない属性攻撃に対しては、グレートダッキー、比較的強めです。ただ弱点がね、まあ火とかになるんですけど、まあそこを差し置いて氷とか風、そのあたり暗黒とかにもね、打撃が入ってない暗黒とかなら強いです。さあ、こちらもスペシャルカードを押収でいきましょうよ。いくぜ
はい、よいしょ、いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ、グレートラルキー。いや、どうだろう。いや、でもこのターン耐えれば勝ちですから。言うてね、25% の回避数でガンガン今のところ避けてるんで、それでいきましょう。まさか。おい。え？あ？え？おい。おい。避けます。見ててください。グレートラルキー、今から避けたいと思います。いきます！ほいー！おいや、ここから返すぜ。来た、終わったわ。これでグレートブリザード終わりよ。はい、グレートフルブリザード、マリュクにね、すべてを凍らせてやろう。いけ、いてつけ、ほら。え、あ、あ、あ、え、お、いや、大丈夫、耐えれる。属性攻撃優秀。まあね、さっきのはちょっと悲しいことになりました。まあね、グレートラキーのね、やっぱね、ちょっと弱いとこ、バンの合体モンスターって強いとこもあるんですけど、強いとこあるんですけど、なんで言いよどんだ、今言いよどんだでしょ、今絶対言いよどんだよね。強いとこもあるんですけどね、弱いとこが出ちゃった感じですね。まあグレートラキーってね、力がね、先ほどと分かった通り、まあ103程度しかないんですよ。はい。これって合体モンスターでは、一番ワーストレベルで、プラチナキングでも128なのに、プラチナキングでも128なんですけど、で、そのし、ね、103の力なんで、まあね、技の威力ケースでなんとか、これぐらいの火力が出てるんですけど、おい、もうツバメ返しも撃ってないか？あ、大丈夫だった。シューティングスターを、さ、今、ツバメ返しの方をサーブ選択したんですけど、シューティングスターを見極められるかってところですけど、見極めている。オーケー。しかしダメージが出ていません。さあ、そしてこれですよ、問題は。ちょっと大丈夫か？大丈夫か、レックムさん。ねえ、25% の回数、避ければいい話。嘘でしょ。それは嘘だよ。それは嘘。まあ、言うて、プロトキラーもそんな威力高くないから。ダメだ。もう負けが見える。ちょっと待って、負けが見えるな。で、グレートラキー一番高いステータスがね、賢さなんですよ。一番高いステータスが賢さの242っていうね、賢さなんですよ。はい。賢さ242です。ただ、攻撃に対して魔法が乗るわけでもなく、これは力関係なんですよ。はい。賢さ、高いことによる利点がですね、ほとんどないと言いますか。全然何これ弱っ。嘘でしょ。ちょっと待って。スバメが、大丈夫かな？ちょっと待って、サーベルキッズには天空の剣みたいな、まあ属性特攻、まあね、飛行特攻ですよね、あれは。それを食らうと、まあ先ほどにオワコンが立ちます。はい。それを回避率 25% でいなすっていうのがかっこいいんですけど、じゃあいなしたところで何があるかって言って、力103とかいうクソみてえな、ワーストの力からさ、もうやめろよ。やめろよ。このようにグレートラッキー、でも、賢さ242がいきます、ここで。このテロンのね、メラミなんて余裕でしょう。全然、242らしくねえな。そう。で、素早さはね、100程度あるんで、まあ、終盤の競り合いには有利になりますね。素早さ100あるってことで。はい。終盤の競り合いには有利になるんですけど、終盤の競り合いにまず持ってきない。まずその競り合いに持っていく方が大変なんですけど、まあ、それは突っ込まないでいただきたい。シューティングサーブ、でも、これ、武闘家に打ち込んでんでしょ？武闘家にぶち込んでこれ？回避数 25% でさらっと避けてほしい。まあさすがにね、言うて合体モンスターケットはね、こう状態以上攻めてもまあなんとかなるとは思うんですよ。グレートラキうんうん、まあ精神的孤独なのは大丈夫か。このね、氷塊でかっこいいんですけどね、かっこいいんだけどね、嘘でしょ。いや嘘でしょ、あなた。ちょ、やめてあげて。ね、グレートラキーをそうやっていじめないで、君たち。大丈夫かな。ちょっと待って。助けて、誰か助けて。誰かグレートラキーを助けてくんない？ね、誰か、なんか、グレートラキー助けてくんない？おい、そういう、いや、ここ避けてもしょうがない。
ちょっと厳しいんだよな、もう厳しいよなっていう感じがあるんですけど、まあ大丈夫、ここから避けるのが、見てください、ここから避けるのが醍醐味よ。もうダメって思ってるんでしょ、みんな。ここから勝つのがね、モンバトの醍醐味ですよ。見せてあげますよ。おい、追い詰められました。さあ、追い詰められました。いや、ここはさらっと受けましょう。ここはさらっと受けて、チャンスを。もう、メラミで死んでたわ、そもそも。まあ、落ち着いて聞いてほしいんですよ。プラチナキングっていうのは合体モンスターの中でもさ、あまり強いモンスターじゃなかったじゃん。で、魔法使い系統ってさ、プラチナキング絶対完封できたじゃないですか。はい。ということは、グレートダイキーの賢さ242が生きる場所っていうのは、敵が魔法使いの時なんですよ。はい。もう何でもいいや。勝とう。そろそろ。もう何でもいいや。そろそろ勝とうか。っていう話ですよ。242の賢さってことは呪文があんま通らないことがさっき証明できたかもしれないんで、まあ魔法使いに対してならね、グレートダイキー有利に立ち回れるんじゃないかなと。誰に言ったの今。まさかホースデビルにぶち込んだんじゃねえだろ、お前。まさかお前ホースデビル撃ったんじゃないでしょうね。天空からおじがぶち、いけ、そんなのありグレートラキーいいんだけどな。ね、イラストも星に乗っててさ、あれ持ってんだけどいいんだよな。さ、メラミ飛んでくる。いや、大丈夫かな。いや、大丈夫でしょ。カチコさん240に見せてやってくださいよ。おい。あ、大丈夫。イオラは大丈夫だ。よく考えたら。イオラは、グレートラキー大丈夫。体勢持ちです。大丈夫です。ドルマは間違いなく対戦もして、暗黒に強いんでね、はい。242の賢さとね、暗黒対戦は相まで全然効かないと思います。おー、まあ、おかしいな。おかしいな。あれ、グレートルキーって1枠モンスターだったっけなんか、グレートルキーって1枠モンスターだったかみたいなさ、そういうなんか錯覚が起こるんだけど。大丈夫かな、なんか、いろいろと大丈夫、大丈夫これ。まあ、魔力上昇 !400 くらいくるもしかして。もしかしてこれ400くらいくらっちゃう ?420 くらいいくもしかして。あー、よかった。400弱か。いや、よくないよ。ねえ、かじこさんに、かじこさん242って何人、かじこさん240とは、やめてあげて、もうダメ。おい、魔法使いでも勝てないのか、俺、もしかして。そうか、回避率 25% が全然生きないもん。すべての票、凍らせろ。頑張れ。おお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 おグレートドラギン、グレードラちゃん、エイトではあんなに強かったじゃん。エイトでは強かったのに。嘘でしょ、ちょっと待って、これ500ぐらい持ってかれるぞ。おいエイトの時代に帰ってきてくれ。頼む、エイトに帰ってきてくれ。お前の輝く姿が何にもない没動画だから。ひらめきました。合体モンスターっていうのは基本的に、あの、モンバトを始めた人に対して初見殺しをするためのもんなんですよ。嘘でしょ。ちょっと待って、だいぶダサいぞ、それ。その肩書きはダサすぎる。その肩書きはダサいよ。合体モンスターっていうのは、なんか、始めたばかりの人に初見殺しをするためのもんなんですよ。つまり、僧侶レベル1なら勝てる。見て、僧侶のレベル1です、相手。じゃあ、勝てるよな。僧侶レベル4見て、ローブ僧侶レベル1。うん。初見殺しをしたいと思います。もう、こうなったら初見殺しですよね。310人か。そう、初見殺しを吹っかければそう。やっぱ合体モンスターってゲリオンとかさ、カンダタとかさ、魔物使いでも、上手い人、対等の戦いがずっと持ってるじゃないですか。つまり、初心者には絶対勝てない相手みたいなもんですよ。合体モンスターって壁みたいなのがあるよ。あの、モンバトを始め、対人戦を始めた人の壁みたい、壁みたいなのがあるじゃないですか。合体モンスターっていうのは。まあ僕そうやって思ってるんですけど、つまり、あの、レベル1なら勝てる説。うん。バギマ余裕ですよ、これ。めっちゃ余裕よ。ソウルレベル1のバギマなんてもう150ぐらいじゃない、食らっても。あ、ほらね。全然食らわんもん。うん。余裕。これは勝った。これはもらったべや。まあ、激しいのはね、弱点取られるんで避けてほしいところです。25番の回数、ここで生きてくる。まあね、ここからね、グレートフルブリザードがこっちあります。グレートフルブリザードでね、一気にドラゴン弱点も取れるし、一気にこれね、ダメ点取って、どっちかといえば、グレートラキー今まで見ていただいた方はわかると思うんですけど、まあね、シューティングスターをするグレートフルブリザードの方が威力ケースが高いかつ、弱点をつきやすいのもあって、まあ打点は取りやすいっすよね。
うん、なんか知らないですけど、まあ、もうこれによってなんかね、いつまにか敵の HP がマックスになってるんですけど、あれ敵の HP がもう満タンになってないか、おい。まあ、ここにグレートブザードね、まあ、700ぐらい打点取りたい。700じゃ足んねえな。なんか何かの間違いで1200ぐらいいかんかな。さあ、ドラゴン弱点取れるよ。すべてを壊せろ魔力の氷塊グレートフブザード。おー、いいね。あ、結構出たね、今。本当に700ぐらい出たね。700とか。で、合体モンスターって皆さん分かってると思うんですけど、短所、共通の短所を言いますと、勇気が溜まりにくいです。共通の短所を述べますと、まあね、勇気の溜まりが悪いんですよ。だから、それの短所がある、引きずる代わりに、まあ、単発火力で潰れる。ね、安定してる。なので、ほら、デホイミとかホイミを向こう使ってみもかかわらず、グレートラッキー攻撃しかしてないのに、勇気の溜まりの差がだいぶ出てるんですよ。これって、やっぱり、その合体モンスターの悪いところが出てる感じですね。まあ、ただここでね、なんとか半分まで削りました。ほう。シューティングとは、ぶっちゃけシューティングさ、そんな命中率高くないしな。おい、嘘だろ。おい、ちょっと、これ、レベル1に負けんのか。まさか合体モンスター初見殺しって言って、レベル1に負けんじゃねえ。お前、まさかグレートラッキー、お前負けるんじゃないでしょうね。おい、まさか負けるんじゃないだろうな、お前。グレートラッキー負けたら負けるんじゃないだろうな、お前。ソウル、向こうレベル1よ。向こうレベル1よ。レベル1にお前負けんのか、嘘だろ。おい、そう、このターンね。ここは勝負の分かれ目やな。ここ勝負の分かれ目ですよ。向こうの勇気的にはね、勇気の勝負はいい感じの勝負してますけど。なんか負けてるけど、向こう回復しかしてないよ。向こう回復しかしてないのに、これ、そう。25番回復で生きてきたよ。ここ生きてきました。回避率 25% が生きていますよ、今。かなり生きてるよ。ここでマックスには回復されます。なんでだよ。ちょっともうマックス、全然削れてない。テクから、星が降りたとこ頑張れ。ここでなんか回心とか出していいよ。はぁ、誰に撃ったん。あんま賢くねえな、こいつ。おい、グレドラちゃん、なんかビッグバンとかイオナズンとかできないの君。別のゲームだったらできてたじゃん、グレドラー君。別のゲームではあんなに微笑ましいイラストだったじゃん。おい、嘘だろ。このままじゃ、判定負けする？これもしかして。おい。え？どうするこれ。いや、なんか、5ターン目です。5ターン目ですよ、まだ。まだあと2ターン。あと2ターンのうちに、最終ターンまであと2ターンあります。なんで、その最終ターンまでに、これ勇気溜まる？てか、勇気溜まるこれ。勇気負けしない？大丈夫？いや、大丈夫、いける。そういうことよ！来た、グレドラ、ここで抱えてきた。来たよ、グレドラ。いいよ。グレドラ、いいぞ。お前今、俺今ね、本気で、今ね、視聴者さんも今応援してるから、グレドラ。お前が勝つ、真摯やまないから、今。いいぞ、いけるぞ。勇気溜まった、こっちは勇気、あれ？勇気溜まったってことは？あれ？これって勇気の総裁？あれ？とどめの自撃総裁になってない？これ。あれ？ HP 差900あります。あれ？あれ？これ？あ、いや、その前に、もしかして終わる？え？グレドラちゃん、お前レベル1に負けんの？嘘でしょ？判定でも負けてたか。いや、むしろ今までが良くなかったんですよ。3対1っていう構図が卑怯なんだよ、やっぱり。3対1っていう構図が悪かった。ね。1対1っていうね、状況を作らないとダメだなと思いまして、同じ合体モンスター同士で戦おうと思います。こうなるとね、やっぱ1対1の個の力がね、発揮されてる。グレートラッキーの回数 25% という個の力がね、今から出てくるんじゃないでしょうかね。はい。1対1で勝負した方がいいよ。相手にはゲリオンを選びました。これ勝ったらもうね、今までのチャラみたいなもんよ。余裕でしょ！そういう意味じゃない。余裕でしょ、そういう意味じゃない。ちょっと待って。ちょっと待って、ゲリオンやめろよ。600弱。返せ、こっから。いけるぞ、グレドラ。シューティングスター、いけ！星が降り注ぐ！おい。350？ 打撃弱点ってわけでもねえからな。
いやけどグレートブリザードこれでさ、これで氷の打点は取れるよ。だいぶ出るよこれ。なもう800ぐらい出るでしょ確か。あ、うん、ほら、700？ まだ余裕だな。まあ、爆発には大丈夫大丈夫大丈夫。ここ25%、ここ 25% の回避率で避けたらもうね爆発取れますよ。見ててください。おい来た、よし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 、バックアドバックアド、アド取ったよ、アド。逆転補正生かしていけおい逆転補正で勝て、こっから逆転補正でまず回心でるから大丈夫。 HP 下がるから逆転補正で勝て。もう待て待て待て、この力って何、この力とは何だったのか逆転補正頼ってるのではもはや、この力じゃなくないそれ頑張れグレードラ、お前いけるいける、絶対いける、お前マジでいける、自分の感覚振動、まあ、集中しろ、マジで集中しろお前いけるぞ、自分の消してあげれば自分の感覚を信じろ。おい、マクラウドの父さん言っとった。いける、いけるぞ。集中しろ。まず集中しろ。勉強しろ。おい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 。いや、避けます。いきます。いけるぞ。お前集中しろ。マジで集中しろ。避けるぞ。この3体が、すべてを凍らせるつもりだ。この魔力の力でね、この吐いた吐息が一気に氷に変わる。これが魔力のグレートフグザ。天空から星が降りつつシューティングセダーエグゼイうわーオーケー勝負あり無理やこいつ。